矢部恭介の矢部チャンネル。おはようございます。おはようございます。今日は何ですか？すいません、いつも呼び出してしまって。いえいえ、とんでもないです。こちらこそですよ。もう YouTube のことであれば、はい、お時間ある限りお話しきますよ。すいません、 YouTube の話ではないんです。 YouTube の話じゃない、はい、YouTube の話じゃねえの呼んだの。すいません、YouTube 全然関係なくて。 YouTube が関係ねえんだったらもうお前 LINE とかでいいだろ。いや、 LINE だとちょっと説明しづらいなとか、まあ、ちょっと相談しづらいなってのがあったんで、まあ、ちょっとちゃんとした場でわざわざプラスさんに会議室をお借りしまして。本当だよ、はい、そいつも借りてくれ、はい、まあ、自社でやればいい話でもあるんですけど。本当だよ、壁向こうとお仕事なさってんだよ。本当にそうですよね、うん、はい、何、実はちょっと相談したいことがあって、はいはい、あの矢部さんってTikTok ご存知ですよね？うん、知ってます。はい、はい、まあ昔から俺は絶対やらないと言ってるかと思うんですけど、うん、やんねえよ。ですよね。だって今さ、はい、YouTube 始めてまだ半年も経ってないんだよ。はい、もうなんか2個も3個もやるんだったらさ、もういいじゃん、 YouTube しっかりやった方が。ただ、うん、今やっぱり TikTok っていうのは、うん、多くの人が見てるんですよ。それさ、結構昔、はい、もう、はい、なんかこれから TikTok だみたいな、はい、ああ今まさにだと思うんですけど。うん、そうなの。はい、うん、もう今は多分インスタグラムだったり YouTube より見てる人が多いって言われるぐらいのものになってるので、うん、やっぱ若い世代が多いって言われてたんですけど、うん、今はいろんな企業さんが入ったりとか、うん、結構なんだろう、年代問わずいろんな人が参入してきてて、うん、YouTube で矢部さんがいろいろとこう体験していく中で、うん、この際 TikTok の方でも新たなファンを作って、うん、そこから YouTube へ流れていただいて、うん、登録を増やしていただいて、うん、っていうような流れを作りたいなっていう、はい、なるほどね、はいはい、なのでちょっと TikTok をやってほしいということではなく、やりましょう。君はさ、いつもさ、はいはい、その張り切ってさ、はい、もうやりましょうとか、はい、言うけどさ、はい、俺その TikTok っていうのはよくあんねんけど、はい、なんかそれ一昔前かもしれないよ、わかんないけど、はい、なんかわーってなんか踊ったりしてんじゃん。踊るのもありますね、今でも、うん、はい、まあ、あんなことやりたくねえんだよ。それ以外のことでやれることっていうのがやっぱあるんですよ、今は。うん、なんか短い動画でしょ。ショート動画ではあるんですけど、うん、当時まだ本当に数十秒とかしか載せれなかった時よりも、うん、今はもう何分も載せれるようになってるので、はい、ちょっとしたショート動画にはかなり向いてるんじゃないかなと、うん、はい、だけどさ、はい、ショート動画でどういうものを載せる気なの？ちょっとこれは言えないは言えないんですよ。違う違う違う、言えないはおかしいから、やるって言ってんのにどうそんな、だからさ、はい、いや例えば、はい、まあ、YouTube に上がってるものあるじゃん、はい、で YouTube もなんか切り抜きとかいろいろあるじゃん、はい、その TikTok を見ている層と YouTube を見ている層がもし違ってたりするのはね、はい、違います。俺のチャンネルとか特に、はいはい、うん、なのであれば、その YouTube でやったものを切り抜いて TikTok に出したりしたらいいんですか？まあ、そういった使い方もできるので、うん、で、そうね、TikTok を見てる人が、はい、まあ、まかり間違って、その矢部のその TikTok を見たときに、はい、なんだこれってなって、はい、もうちょっと見たい、はい、って思ったら、まあ、YouTube の方に流れてくれるだろうし、そうですね、はい、っていうことっていうこと、はい、まあ、そういう使い方も含めて、うん、まあ、やっておいて損はないなという判断です。別に金かかるもんじゃないからな。そうですね、はい、なんかアプリダウンロードしてみたいなことでしょ。今やっぱりその無料で宣伝できるアプリっていうのはいっぱいあるので、あ、まあ、せっかくだからそれぞれのアプリの特性を利用してやっていけたらいいなと、うん、はい、ただ俺からするとさ、もうおじさんめんどくせえわけよ。まあそう、やっと、はい、ツイッターになれたと思ってインスタをやって、はい、で今ツイッターとインスタっていうのは俺使い分けしてるわけよ。そうですよね、確かに、うん、だから連動してないの、はい、まあ、連動すれば1個で済むのかもしれないよ、はい、インスタはこれでとか、はい、じゃなくてインスタっていうのは自分が経験したり体感したりとか、もうライブ見に行きましたとか何々しましたとか、はい、撮影現場でこうです、まあ、告知も載せたりはするけど、はい、まあ、そんな中で
なんていうのかな、文章もツイッターと違って長く書けるから、はい、その思いみたいなのと写真を受けるようにします、はい、うん、ツイッターっていうのは基本つぶやきなんで、割と時事ネタじゃないけど、はい、うん、なんか頭にくるようなことも平気でつぶやきだから、はい、うん、バカ野郎みたいなことも言ったりするし、まあまあそういう感じで、だからそういうオラオラしたというかね、やべえのそういう姿見たくないんだっていう人は、はい、インスタグラムだけ見てもらえれば、あ、なんかこう人のことを褒めてというか人の良さみたいなところだけ語ってて、はい、うん、もうツイッターも関係ねえっていう好きなことだけバーッと載せてるっていう感じなのね、はい、まあそれぞれのやべさんですね。そう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 、はい、でそれをやっと使い分けが終わって、はい、新たにその YouTube っていうのをやってみませんかっていう話から、はい、あ、じゃあ、 まあこういうことやってみようか、ああいうことやってみようかとか、自分の好きなこととかっていうのをその配信していく、配信していくっていうことで、まあ、ゲームやったりとか、あなたのね、マネージャー小原君の、はい、その矢部さんにやってもらおうっていうようなこととかもやってるわけですよ。そうですね。だからそれで十分。はい、うん、はい。だけど、まあ、そのせっかくやるんだったら YouTube とかも、まあ、多くの人に知ってもらいたいし、見てもらいたいっていうのもあるから、はい、それに TikTok がこう役立つというか、なんか必要だって言うんだったら、それはやるさかじゃないけども、はい、いや役立つと思います、うん、その踊んないよ。大丈夫です。歌わないし、踊らなくても歌わなくても大丈夫です、うん、内容は任せていただいて大丈夫です。何、え、どういうこと、え、おめでんの。いや、お、うん、こうしてほしい、ああしてほしいのは、はい、こういうのを矢部さん回しましょうよと、はい、だからその大体的にこういうね、ちゃんとしたっていうか、このカメラを回してとか、はい、GoPro でこうガッチリ撮ってとかじゃなくて、はい、まあ、携帯とかでも気軽にこう撮って、そうですね、はい、あ、これなんか矢部さんあげてもいいんじゃないですかっていうのがあったら、はい、お茶あげようかみたいな感じであげることってこと。そうですね。そんなこと言ったら見んの人。見ます、大丈夫です。見ますって言うけど、はい、あ、そうなんだ。はい、何でもいいの？本当に YouTube とかより気楽に見てもらいやすいのは確かだと思うんで、ただやっぱ流し見でこうスッスッスッさせられちゃうのもあるんですけど、画面を、うんうんうん、まあでも目に留まるものが作れれば、なんかリールとか、あ、でもインスタでそんなイメージ。なんかそれでなんか見てたりするとか、はい、上に TikTok みたいな文字が入ってたりするのも、はい、使い回しだったりするので、あ、はい、同じような動きなんで、あ、はい、そうなんだ、ね、で、やっぱりその矢部さん YouTube も最初は頑なにやらないと言っていたものなんですよ、まあね、で、TikTok も絶対にやらないと、うんうんうん、ただやっぱ矢部さんもどんどんこう柔らかくなってきてるところもあるんで、うんうん、もうここだなと、まあまあまあ、表現の一個としてね、はい、その役者としての表現だったり、そのバラエティ番組であったりとかね、はい、まあ、いろいろあるじゃないですか、はい、まあ、そういったところの表現っていうのをしてきて、ただ矢部恭介本人としての映像っていうか、その配信発信していくものっていうのは今までなかったから、はい、まあ、YouTube は逆に役を演じなくていい、自分のままで矢部さんの好きなことをやってくださいとか、はい、例えば求められるものでこういうものをやってみたらいかがでしょうかみたいなチャレンジや挑戦ができてるから、はい、それで刺激になってすごい楽しいし、はい、YouTube はそうですね、チャレンジですよね、うん、そうだね、うん、どっちかっていうとね、 TikTok に関しては、うん、もうありのまま、もう日常って、日常を切り取ってるっていうぐらいの認識でもいいのかなとは思ってます、今僕が考えてるのは。はい、だからまああんまり面白いネタみたいな、これこういうふうにするからこれ見てくださいみたいなのは浮かばないの、全然。あ、そうです、それは全然大丈夫です。あ、そう、大丈夫、はい、うん、もうなんか自然と過ごしてていただければ、うん、その中で要所要所でやらせていただくんで、うんうん、なるほど、はい、うん、じゃあ分かりました、はい、まあ、そういうことであれば、はい、なのでちょっとアカウントの方をですね、あ、そういうこと、ね、早速作りたいなと思ってるんですよ、はいはい、携帯で、はい、TikTok のアプリをインストールしていただいて、 TikTok のね、アプリ、俺、最初に出た頃に一回なんか見たことあるみたいな感じでしたね。そう、はい、TikTok はあるよ、でも全然面白くなかったみたいな。あ、TikTok はありますね。あ、もう入ってますか。はい、ダウンロードはしてあるので、はい、アカウントは
作られてる状態。いや、だから こんな状態ですよ。ああ、なるほど。だからしたらアカウントとかは作ってない。そしたら Google で作っていただきたいですね。はいはい、でメールアドレスまたは電話番号。そうですね。これはメールアドレス Google の G メールあのやつを入れるわけ、ね。そうですね。はい。はいはいはい。そうなんだ。これを入れてくればいいの？はい。いいのかね。そうなのかね。できそうですか。いや、それできるけど。これあれ後にあれかな？パスワードの。そうですね、おそらくパスワードも確か。じゃあメールアドレスを入れました。次アカウント制作、最初から名前からこれやらないといけない。自分が作った時ともしかしたらちょっと違うのかもしれないですね。うん、それじゃあ一旦カメラ止めて作りますか。うん、じゃあ作る作業に今取り掛かろうと思います。やべえチャンネル。はい、ということでアカウントの方がうん、はい、できましたよ。はい、ありがとうございます。はい、ではこれから TikTok の方よろしくお願いします。いやいやいや、だからまあ一応俺の方でアカウントは作ったけど、はい、まあほら なんか直したりとか、そうです、撮った時に編集とかなんか、はい、いろいろ、まあ、やるとか できるわけでしょ。一応何かあった時のためにあのアカウント情報は共有しておいてもらって、そうね、オーバーの方にもちゃんと共有してもらって、はい、うん、じゃないと俺はできないからさ、その編集とかするのが、はい、大丈夫です、責任を持って管理させていただきます、はい、うん、なんということで、なんだか忙しいね。そうですね、うん、はい、だ一応そのさ TikTok でさ、はい、そのなんか俺にやってもらいたいみたいなことはあるの？うん、まあありますね。うん、それもまたあれですかね、発表した方がいいですかね。いやいやいや、まあ別にその、はい、まあ、YouTube も含めてだけど、はい、こういうのやるよみたいなことがあれば、はい、ああまあそれはいいんじゃないっていう、まあ、協力できることもあるし、それはもう別にやらんでいいだろうっていうこともあったりするから、はい、まあ、ただ一応ね、まあ、アカウントはできましたんで、はい、いつでもスタートできるというふうにはなったわけだね。ありがとうございます、はい、ということで、はい、いいですか、とりあえず大丈夫です、満足です。あ、この会話を、はい、YouTube に出すの？わからないです。だとしたらそれだけ？それだけを、その報告になるかもしれないですね。 TikTok を始めますよっていう報告だけの可能性は、あ、だからほら例えば、なんか矢部さん TikTok これ偽物じゃないとか、はい、ならないようにね、はい、はい、一応その作りましたよっていうことはちゃんと言っとかないと、ね、はい、これが矢部さん本物ですか、あなたなんですかになるとちょっと面倒だから。確かにそうですね、はい、わかりました、はい、ということで、ではまあ一応TikTok の方のアカウントが私、作ったということで、はい、そのうちあの YouTube もそうですけど、TikTok の方もなんか動いていくんではないかなというお知らせでございました。ありがとうございました。ありがとうございました、はい、チャンネル登録、高評価よろしく。バッドヤッ。